皆様こんにちは、ただいまご紹介に預かりました、NTT OSS センターテクニカルパートナーをしております、NTT データ先端技術株式会社の菅原と申します。本日は、今お話ありました通り、サーバーが多くなりすぎた場合どういうふうに効率的に、構築作業を進めていくかという観点で、大規模システムに対する構築作業の自動化適用推進という形で、講演の方させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、まずはじめにですね、私が所属しています NTT OSS センターの、ご紹介を軽くさせていただきたいと思います。NTT OSS センターですが、NTT グループでの OSS 適用を推進する組織としまして2006年の、4月に設立されてました。で、NTT OSS センターからは NTT グループ向けにの、保守サポートと、を提供しまして、またあと開発協力で情報提供という形でコミュニティ活動もしております。そして、グループ向けの方にソフトウェアの、ライフサイクルにわたる開発メンテナンスサポートをしていく上で、大変課題が多くあります。でその範囲というのがここにあります。まあ、ちょっと例を挙げてますけど導入運用サポートとありますが、このように範囲が広くて一企業ではちょっと賄いきれないというふうな問題がありまして、でそういう時にコミュニティ上の知見を活用して課題を解決すると、でそういうことで、そうすることで、効率的に課題を解決することができ、また、自分たちの得た知見に関しても、積極的にコミュニティに対してフィードバックすることで、それをその形を繰り返すことで多くのシステムでさまざまな課題が解決されてきましたと。で、まあ、これ今まで のセッションの中 の方の方のお話でもありました通り、そういうふうな繰り返しで、聞いてはソフトウェアの品質が向上すると、そういうことで、そのメリットも、私たちが、享受することができるというのが、NTT が、コミュニティにの活動する意義だと感じております。はい、それでは本題の方を、させていただきます。まずサーバー激増の時代ということで、サーバー増えるどこまでもということで、先ほどもちょっとお話がありました通り、昨今ですが、クラウドであったりブレードサーバーだったりビッグデータ仮想化、こちらの方に、例えばブレードサーバー仮想化ですと見た目上のサーバーは非常に少ないふうに集約されちゃっているのもありますが、 OS の一つのインストールを一つのサーバーというふうな単位として考えた場合のサーバー数としては非常に激増しているというふうなのが実態です。で、そうしますと当然のことながらその構築個数に関しても激増するという問題が生じてきます。ではサーバーが激増する、システム一例としまして、まずビッグデータ処理で代表的な OSS であります Hadoop の場合ですが、この Hadoop で処理性能を上げようとしますと、上げようとするほど大量のサーバーが必要になります。で、よくサーバーが増えすぎたとき仮想化、例えば VMware、KVM などの仮想化を使ってサーバー集約をしてしまえば、その VM のイメージをコピーするだけで簡単に解決できるのではないかというふうなお話をいただくことがありますが、VM のイメージコピー確かに有効な手段ではあるものの、ノードの固有情報、サーバー固有の情報については設定手段がちょっと課題になっておりますというのが1点と、Hadoop の場合もそうなんですが、物理のサーバーがある意味前提になっているプロダクトについては対応ができないという問題がございます。そして、このような商用の方で、大量のサーバーが必要になるようなシステムの場合、当然のことながらそのシステムを開発や試験するに関の場合についても多数のサーバーが必要になります。で、ここで問題なのですが、この試験環境、検証環境というのは結構くせ者でして、商用環境とほとんど大差はないのに、構築の、当然負担も大きいです。なのにもかかわらず、ここですね、試験のたびに構築し直すことが多いと、私たちの場合もそうなのですが、試験のたびにクリーンな環境を用意するために、一度作った環境を壊してまた作り直すというようなケースが多いと。で、そうしますと当然それだけ一回作るだけでも稼働がかかって問題になっているというのを、そんな何度も繰り返したら稼働が爆発的に増えるという問題が起きてきます。で、そんな問題を抱えていたところにパペットなどの自動化ツールを
見つけまして、でそんなとこそれを見つかることで仮想物理の環境を問わずに構築作業を自動化して稼働削減実現できないかというふうに考えました。でそうしますと検証環境ではなくて、もしかすると実現できると商用環境にも導入して大幅な稼働削減が実現できるのではないかというふうに考えました。でそんなところで早速、自動化の、事前評価というのを実施しました。で先ほどちょっと出ましたシステム自動管理するパペットと、パペットは何かですが、オープンソースのシステム自動設定管理するとあります。でこれ何かシステムの設定管理を自動化します。例えば設定ファイルの、作成修正、パッケージのインストールアンインストール、また任意のコマンドの実行でですね、サービスや、ユーザーアカウントの管理などもできます。でこれらの設定ですが、独自の宣言型言語によって動作や設定を記述します。この記述されたものをパペットではマニフェストと呼んでおります。ただしここでも一つ問題なんですが、パペットはインストール済みの OS の設定管理を、自動化することしかできません。そうしますと OS のインストールはできないということになります。でここで OS のインストールも自動化したいというところで、 OS のインストールは他のツールを併用しまして構築作業全体の自動化はできないかということを考えました。はい、で自動化全体のイメージはこのような流れになっております。ポイントですが、まず構築時のみの作業、構築するときしかしない作業というものがあります。そういう作業についてはレッドハット系 OS の機能であるキックスタートを利用することを考えました。そして手間をできるだけ減らしたいという観点で、スイッチオンするだけでインストール開始できるようにピクシーブートを使って起動するということを考えました。そしてピクシーブートはネットワークブートですので、インストールメディアの省略することも可能になります。そうするといちいちインストールメディアをサーバーに入れに行かなくてもいいし、メディアを焼かなくてもいいということになります。そしてここで構築後の設定変更など繰り返す作業、構築した後に例えば何かメンテナンスとか、同じ作業を何らかの形で繰り返す可能性がある、反復する可能性があるものについてはパペットを利用するというふうに考えました。でここでパペットをどうするか、パペット自身も誰かインストールしなきゃいけません。でパペット自身はこのキックスタートを使ってキックスタートの、プロセスの中で自動的にインストールするということで、全てのプロセスを自動化するというふうな流れを考えます。そして事前評価の、実施ということで、 どのようなものを事前評価として、検証したのかと語るんですが、先ほどの、前のスライドの、仕組みを使いまして、典型的な Web 三層のシステムということで、ロードバランサーと Web サーバーを2台、アプリケーションサーバーを2台、それでデータベースサーバーを1台という典型的な組み合わせで、手作業でやった場合と同じものを手順に従ったものを自動構築で実施した場合の2通りで構築しまして、それぞれかかった時間を計測しました。でこの計測ですが、仮想ではなく物理のサーバーを使って実施しております。そして評価結果ですが、単体 の機能の方で見ますと、まずロードバランサー、ウェブサーバーの場合なんですが、1台目に関しましては、手動構築の場合はおおよそ十数時間かかっていますが、自動構築なんですけども、最初のこのブルーのこのラインなんですが、ここは自動構築するためのサーバーを構築する時間、キックスタートを使うためには、まず仕組みがちょっと一部いるのですが、その仕組みを作るための時間として、あとここのところで 5.5 時間かかっております。でこの仕組みを使って、残りのインストール1台目についてはこの2時間ちょっとで済んでいるというふうになっております。そして2台目以降なんですが、この1台目で作った自動構築のサーバーをそのまま流用することができますので、手動構築はここと1台目とは変わらない時間なんですが、自動構築の場合はこのブルーの分を抜いた分の時間2時間ちょっとでできております。そして、全体システム全体でどれくらいかかったかなのですが、手動構築の場合は、この通り60時間ぐらいかかっております。そして自動構築の場合はこの自動構築のサーバーを構築する時間も含めて20時間ぐらいということで、およそ3分の1ぐらいの効果が出ました。でここで時短効果と、稼働削減の効果が確認できましたので、実際に
プロジェクトに使っていただこうと導入に向けて説明を開始しました。しかしですね、予期せぬ導入の壁ということで、導入説明を進めたものの、いろいろと言われるわけです。まず確認とフェールセーフどうするんだということで、自動構築だとしても確認とフェールセーフは必要だと言われました。ここ結構盲点だったのですが、自動構築だからそんなのいらないじゃないかと思ったところ、実際の、プロジェクトの方ではこれは絶対必須だということで、自動構築の正しく構築できたか確認して確認レポート、結果レポートを、作成する必要がありますと。でさらに、パペット、これもソフトウェアであって人間の作るものですから何らかの問題を起こすことがあります。でそういう異常動作した時の備えはあるのかと、そして失敗した場合のロールバック手段はあるのか、でこのロールバック手段がないものは採用できない、これは確かに盲点だったんですが、実際商用システムですと何らかの適用した時にロールバックができないような作業というのはなかなか運用側としてはできないと、それは最もの話だったので、これ結構盲点だったんですが、これできないと言われました。まとめますと、確認手段とその結果レポート作成するがあり、また障害者への備えが必須であるということになります。そして、こちらはどちらかというと技術的というよりも政治的な話なんですが、プロジェクト側の制約ということで、いろんな制約がありました。マニフェスト作成をするスキルがないので作りたくないし、作るコースも書きたくない、そう言われてしまう、それ元も子もないのですが、またあとオペレーター、実際に構築作業する方、オペレーターが操作できない、簡単に操作できるようなものでないと採用はできない。そしてここでパペットは使ってみたいんだと、使ってみたいのですが、構築後のシステムに導入を承認されたパッケージが残せない、これは実際のシステムを使われているユーザーだったりお客様であったりが、承認していないようなパッケージは残すことができない、入れることもできないというような話がありました。パペットはいろんなパッケージ入れてしまうので、それが認められないという話です。まとめますと、構築側にマニフェストを作らせず簡単に操作が可能で、ツールの動作によって対象システムを汚さないでほしいというような要望です。そしてその他の問題としましては、要因を育成するにはどうしたらいいのか、ちょっとこれ前向きなんですけども、実際に採用したとき要因をどうすればいいのか、採用した場合サポートしてくれるのか、サポートがないと、プロジェクトとしては採用なかなか考えられないよねというお話です。そして、Linux 以外の OS も併用しているが、この場合も対応、同じ仕組みで対応できるのかというような話もありました。で結果としましては、自動構築が良いものだというところまでの認識はプロジェクト側とは共有できていますが、そのままで導入するのは多くの課題があるということになりました。ではどうすればプロジェクトが導入しやすいというふうに思ってもらえるのかという考えました。はい、でこれらの壁を乗り越えるための手段ですが、はい、まず重要なのが誰でも簡単に使えるということがあります。構築側は自力でマニフェストが作成できないという前提に立ちました。で簡単にマニフェストが作成できる仕組みを用意します。プログラマーの観点からするとそんな難しくないじゃんと思っても、運用側からするとハードルが高いということなので、まず標準的なモデルの自動構築のモジュールを用意します。そしてノウハウのドキュメントも用意しました。そしてマニフェストを作成するためのテンプレートも用意しまして、でこれらをプロジェクトに提供しました。そうすることでテンプレートを組み合わすだけでマニフェストを簡単に作成できます。そしてサーバーによってテンプレートの値はある程度変えなきゃいけないんですが、この可変値を一つだけの極力一箇所のファイルだけを編集すれば変更できるような工夫をすることでメンテナンスも簡単にしました。そして、これ読めば誰でもすぐ使えるようなぐらいに優しく書いたドキュメントも用意しました。はい、そしてシステムを汚さないためにはどうしたらよいか、パペットを使うためにシステム、パッケージいろいろ入れなきゃいけないんですが、これ入れられない、じゃあどうすればいいのかということで、指定のパッケージ以外を導入できないこういうユーザー向けには動作痕跡を全く残さず、他のパッケージも必要ない可搬型のパペットというものを用意しました。これ何かと言いますと、パッケージ導入が一切必要ないように私たちの OS センターの方で改造をしましたパペットのパッケージです。でパペットが動作しますとシステムログなどをいろいろ吐くのですが、これらも全てテンポラリーに全て展開して、そこに吐くようにしておりますので、システムを一切汚さずに動作するように工夫しております。
でまたこのパッケージを、ランダーあったり例えば USB、DVD などのようなメディアであったりこれらでを転送実行削除のこれらのプロセスを自動制御するようなコントローラーも私用意して、より簡単に動作するようにしました。そして、動作確認が絶対いるということで動作、構築後の動作確認を自動化するツールというものを用意しまして確認した結果をレポートとして出力するようなこともできるようにしました。で、そうすることで構築後に必要な動作確認と確認レポートの、作成を自動化しました。で、またさまざまな動作確認を、確認リストの作成だけで実現できるようにしました。でこのリストさえ作ってしまえば、対応している確認作業であれば簡単に、確認ができるということです。で、また複数サーバーを同時並行で確認することで確認する時間を自体を短縮することもしました。これは人間がやるとどうしても一人で1サーバーしか一度に相手できませんが、これをツールでやってしまえば複数サーバーを同時に並行で扱うことができるので、ひいては、確認時間も短縮できるということになります。そして障害対策なのですが、こちらの、自動構築で万が一障害が発生した場合の検出の対策にです、システムの変更箇所を確認した上で切り戻せるような手段を用意しました。任意のタイミングで事前に作成したファイルリストを持って、ファイルを自動で収集するという仕組みです。リストを作成しておけば変更対象になるようなファイルをまとめてここの、ツールサーバーとかこの履歴管理ストレージのところに保管するような仕組みにしました。で、この収集したファイルにはユニークな ID をつけまして履歴を作成しています。で、この履歴単位でファイルの内容や、属性の差分レポート作成できます。これをどうやって障害対策するかといいますと、まず、適用前にファイルを収集します。で、適用します。で、適用後の結果をまた収集してこの差分を収集レポート作成します。そうすることで意図した変更が行われているかまた意図しない変更が行われているかを確認することができます。またもしロールバックしなければならないといったときにはこの履歴からそのファイルを当然抜き出すことができません。それを抜き出して戻せば、ロールバックも完了するというような仕組みです。はい、そして、要因の作成が問題ということで、プロジェクトへの教育を実施する研修体験を用意しました。で、これはNTT OSS センターの方から、これら の自動構築の研修を用意して、また、テクニカルサポートも用意してこれらを NTT グループの、SI 会社向けに提供しております。で、研修によってプロジェクトへの要因育成にかかる時間を短縮し、また導入後のトラブル時にプロジェクトが頼れる先を用意することにできました。はい、で他の OS も使って併用しているというようなプロジェクトがありましたが、検証だけしました。 Linux 以外の OS も併用しているシステム向けに同じ仕組みで構築できるか評価しましたが、残念なことに、Linux に比べて事前準備が設定操作のないのがちょっと高すぎるということと作業難易度の割に台数が少ないと稼働削減効果が出にくいということでこちらの方は継続検討しております。はい、でこれらの、壁を乗り越えた結果の効果とプロジェクトの声です。まず導入の効果ですが、実際に商用の環境構築作業の一部で導入しまして、手作業の場合と、それは記録がありますね。その記録と比較しまして導入した効果を確認しました。そうしますと構築時間は手作業の半分以下かそれ以下にというふうに検証で出た結果とほぼ同じ結果が出すことができました。でこちらの方もう一つですが、誰が構築しても一定の品質が確保可能になった。これが実はプロジェクトに非常に喜ばれた点です。自動構築というと 手間がかからないというところについつい考えがいきがちですが、プロジェクト運用現場からすると実はこの一定の品質確保できるというのが非常に喜ばしいと。手順書に沿っていても人間が手作業でやる限りはやはり作業に品質にばらつきが出ると、これが自動構築ですと出ないから、これが非常に嬉しいというような答えをいただきました。はい、で、こちらの事前評価で確認した結果と、同程度の稼働削減効果を確認できましたので、さらなるコース削減を目指して導入を推進しております。
そしてプロジェクトの声ですが、最小限の知識でカスタマイズも含めて利用できて使いやすい、まあ、これは壁の乗り換えた結果、工夫の結果が出ております。でまた利用してもシステムの変更を伴わないため、顧客調整などが必要なくて承諾も必要じゃないので、非常に楽、導入が楽ですと。でまた要因育成にかかる時間と手間を最小限できるということで、壁を乗り越え工夫のところで出た結果、そのまま良いふうに受け取っていただきました。そしてそれも最初に説明したときには非常に導入に消極的な姿勢を示されたのですが、これがぜひ使いたいというふうに変化しました。で、まあ、今後の課題ということで、プロジェクトからは良い声はまだ改善してくれという声もいただいております。操作性とレポートに関しては引き続き改善してほしいということで、ウェブユーザーインターフェース、実は今コマンドラインの方がベースになっておりまして、オペレーターにはコマンドライン操作がまだ残っております。これをウェブユーザーインターフェースなどで視覚的な操作の実現をしてほしいということと、レポート機能をもうちょっと強力にしてほしい、また他の OS への、対応の方ももうちょっと進めてほしいというようなことが言われていまして、これが今後の課題になっております。はい、ここまでで得られた知見ということで5箇条あります。これが本日皆様と共有したい、ノウハウになります。まず第1点目ですが、マニフェストを極力作成しないで済む工夫をする。これパペットのマニフェストですが、これが実際に運用現場に作ってくれと言いますと非常に抵抗されますし、できないというふうに拒絶されるんですが、これを極力負荷を感じないような形で渡せば比較的簡単に受け止めていただけます。で次に、構築結果を効率的に確認できる手段を用意します。これも運用サイドからすると構築作業などをして作業した後の確認は当たり前だということなので、こちらの方も効率的に確認できなければ効果が非常に減ってしまいますので、これも効率的に確認できる手段も用意してくださいということです。はい、3つ目です。自動化の仕組み自体でシステムを汚さない工夫をする。最初からこの自動化の仕組みを取り入れているシステムの設計をしていればこれは全く問題ないんですが、そういうシステムばかりではないと思います。むしろそういうことを考えていないシステムの方が多いです。という時に先ほど可搬型パペットというような一つの回を出しましたが、そのような方法で自動化の仕組み自体でシステムを汚さないような工夫をします。で4つ目です。ツールを過信せず障害時への備えを用意すると。開発側の方に立つとどうしてもツールで設定するんだから絶対じゃないかというような風な考えについつい立ってしまいがちなんですが、運用現場からするとまず疑ってかかるというところ姿勢がありますので、まあ、実際それは人間がソフトウェアも人間が作るものである以上疑ってかかるのは確かに間違いではないですと。ということでツールを過信せずに、障害が万が一でも起きた場合にロールバックなど のリカバリができるような手段は絶対に用意してくださいということです。そして最後です。利用者の教育とサポートの体制を整備すると。残念ながら自動構築とはいってもどうしてもオペレーターがある程度の知識というものは必要です。でそのプロジェクト側の方で使ってみたいとなってもその知識の習得に非常に時間かかったり難易度が高かったりするとそこで投げられてしまうというケースが多いです。でそういうところをなくすように、利用者の教育をこれをとサポートの体制を整備することでプロジェクト側からは安心して導入を進められるというような体制を整えるということが大事だと思います。この、5箇条全ての場合において、適用できると思わないですが、ほぼこの5箇条を考えておけば運用側からは入れてみようかというような気にさせるものであるかと思います。はい、私からの講演は以上になります。ご清聴ありがとうございました。